原さん、お疲れ様です。こんにちは、田原さん。先日 YouTube でガーシーさんにメッセージ送られたじゃないですか、うん、あの後ですね、ガーシーさんから俺も会いたいっていう風なお返事をいただきまして、その後にどうですか、田原さん、会いたいと。はい、まあね、本当に今で、まあ、ちょっちょ行ってあげることはありがたいね。もうちょっちょこの年になって仕事がもっとありがたい。デイリースポーツが帰国した際には田原氏の論戦が実現するかもしれないと書いていたりとか、トーストなんかはもう丁々発止の議論になることであろうみたいな、そういう記事も出てたりするんですけど、はいはい、こんなことを新聞も書いてますけど、いかがですか。まあ、だからやっぱり政治家になるとしたらね、なって何がしたいのかってことを聞きたい。居眠りしてる政治家に一言物申したいみたいなことを。だから具体的に何がしたいのかってことを聞きたい。まずはそこからですね、うん。刺激的なことをおっしゃるので、俺を出すリスクも考えといてくれよっていうふうにおっしゃってたんですけど、その辺どう思われますか。よくわかんない。なるほど。あと日本は言論自由だからね、何言ったって別にリスクはない。でも、でも、なぜリアルですか。ネットやったらしょうがないね。よくわかんないけど、会うならやっぱりね、リアルだな、面白い。うん、僕はだいたい人と会うとは全部フェイスでフェイスやるんで、でね、会えたったら殴られる、殴り返す、うん、みたいなのができるのが面白いと思う。じゃあやっぱり直接対決ですね。はいはいはい。